はい、皆さんこんにちは。ヒダワークショップ244木岡です。はい、久々に、こっちに戻ってきましたね。40代からロックギター教室、今日は第18回目ですね。18回目になります。でですね、前回ですね、17回目の時に、アースシェイカーの TOKIO、TOKIO やりました。今日はですね、この前もちょっと話してた内容にあったと思うんですけども、モアっていう曲ですね、はい、これはもうイントロが単音弾きから始まってとても印象的な曲なんですけど、そうですね、僕が当時組んでたバンドでもう、ラウドネスの曲ばっかり、前もね、この前も話しましたけど、ラウドネスの曲ばっかりやってるコピーバンドやったんですけどね、その中で唯一、アースシェイカーのこのモアっていう曲をずっとやってたっていう、経緯があるんですけども、やっぱりこの曲はやっぱり当時すっごいやっぱり人気でね、なんかもう絶対アースシェイカーやるのは外されへんみたいなナンバーやったんですけどね、はい、で今日はその曲の、イントロを、弾いていきたいと思います。でポジショニングに関してはね、後で譜面載せときますんで、タブ譜載せときますんでね、そちらの方を見ていただいて、でそれを参考にして弾いてもらったらいけるかなと思うんですけど、とりあえずポイントだけね、言っておかないとちょっとまずいところは何点かあるので、そこだけちょっと言っておきますね。ではとりあえずまず最初に、動画の方を見ていただいて、でそれからまた解説させてもらいます。はい、あんな感じになりますね、すごい懐かしい感じなんですけども、今回もですね、僕はドラムリズムマシーン、打ち込みして、でベースを弾いてバッキングトラックを作らせてもらいました、はい、でそれに合わせてまたね皆さんも弾いてもらうと、とても分かりやすいんじゃないかなと思いますけどね。だいたいテンポはね、135ぐらいですね。だから135ぐらいのテンポを目安にして最初練習してもらう感じがいいかなと思います。だからまあそうですね、まず最初はポジショニングを覚えてもらって、である程度のパターンが見えてくると思うんですよね。
そのパターンが見えてきたらどん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 今度はテンポを上げていって、でメトロニウムに合わせてテンポ135ぐらい、はい、これがもうあのオリジナル曲のソングのテンポと同じぐらいですからね。それに合わせるのをメドにして、それを合わすのをメドにしてもらって、やってもらったら、弾いてもらったらいいかなと思います。はい、じゃあですね、この曲の感じのところ、ミュート気味に弾いてるんですよね。ハーフミュートっぽく、こんな感じです。完全ミュートじゃなくて、完全なミュートじゃなくてハーフミュートですね。ハーフミュートにしてもらった状態で弾いてもらうと。次ですね、あのこれピッキングハーモニクスがね出てくるんですよね。だからミュートしながら弾いて、でテーテルテーテーテトリルが出てくるところは、そこはピッキングハーモニクスを聞かせて弾くと。実はこれが意外と難しかったりとかして、なかなかやりにくいかもわかりませんけど、そうですね、コツはもうあの弾き分けるしかないので、ですね、このタータラララーっていうところだけを練習してもらう。でピッキングハーモニクスの出し方は、まあ以前にも説明させてもらったと思うんですけど、弾いた後にこの親指のヘリの横の面のところですね、ここに当てていただいて、ピッキングハーモニクスを出すと。だからピッキングはどうしても強めになります。強めに弾いた後に親指に当てる感じですね。はい、最初はねなかなか出にくいんですけど、とにかく強めに弾いて横っ面に当てると、親指に当てると、親指に当てた瞬間にすぐ弦から離れないと思うんですけどね、ちょっとついたままだと音が消えてしまいますから、もう音出なくなってしまいますからね。だから弾いた後にすぐ離す。でこれを続けると、ここですね。で今のは高音源ですね。次は同じフレーズをこの低音源側で弾いていくんですけど、高音源よりもやっぱ低音源の方が出にくいので、で、弾き方もね、ポジションもちょっと変わります。でこのタータルタータでピッキングハーモニクス弾くところ以外は全部ダウンで弾いた方がいいですね。こういう感じで一個ずつ全部一気に弾き切るんじゃなくて、一個ずつワンポジションずつ、みたいな感じですね。だから、どうしても低音源の方が出にくいので、だから、そこにも慣れていかないとダメなんですけどね、だから、まあ、ピッキングハーモニクスの練習もしくはミュートのピッキングに関しての練習にしてはすごいいい感じにはなるとは思うんですけど、はい、これも一個ずつゆっくり確実に音を出すっていうことを前提に練習してもらうといい感じになっていくと思います。はい、じゃあですね、後でまた譜面の方載せておきますんで、今日はこれで終わりにさせてもらいたいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。